一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない、何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体、これは何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待ってよ、これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない、これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕の元に服従させるために。できる、できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。XX 目を覚ませ。 X、今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ、X。
地球上に残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり、自らをデリートしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずか。もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々は、ナイトメア現象の謎を解明すべく、疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。何せナイトメア現象は、あの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって？勝手なことを。待って、X。最後まで聞きましょう。さて、ここで勇士を募るとしよう。我々と志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え。我々の目的はナイトメアの撲滅、そしてゼロの亡霊を消すことである。なお、このハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。我らのところに来れば、身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターも、レフリーフォースも、今や壊滅状態。未来は、我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ、諸君。ふざけてる。ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。今は何を言われても仕方ないわ。事実、ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのだ。私たちも調査する必要があるわね。ナイトメアの正体を。今は
アイゾスやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ？調べられないか、エイリア。ダメだ、激しい電波障害が起こっていて、ここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそうだ。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失うことは許されないか。X、とりあえず一度戻ってくる。了解、直ちに戻る。